ラジオを聴きの皆さん、こんばんは。そして再放送を聴きの皆さん、こんにちは。岩尾です。長谷川です。はい、というわけで第6回、はい、6回目の収録になっておりますけども、もう6回来ました。もう6回来ました。早いですね。早いですね。早い。1年あっという間だよ。ね、あっという間にね、過ぎちゃいますけど、まあ、全シーズンか、各シーズンは全8回構成だったのかな、確か。今年これ何回できるんですか。これね、分かんないですけど、一応12月末ぐらいまで、なんかミザンさんのご厚意で枠をくださって。だって今 6月でしょ。ってことは、単純に12回ぐらいなと。ぐんぐんできるね。いろんな選手呼びましょうよ。ね、そうなったら。そうしたいと。じゃあ、今もそうしてきましたけど。そう。早速じゃあ、今日のゲストは、実はですね、今日のゲストは長谷川徹っていう話だったんですけどね。なんと。ですよね。なんで、リスナーさんから長谷川徹選手についての、うん、質問が山ほど届いてるんですよ。いや、ぐんぐん来てるよ、これ。もう全部答えちゃってました。食い上げ食い上げで、やってきます。変則で。はい、ちょっと某 MC が、あまり喋らない上にですね、はいはいはい、やたらとマイクを離さなかったんで。いや、それね。見てます。いや、耳にしてます。あ、耳にしてます。よく聞いてます。聞いてます。はい、ちょっと梶川がちょっとぬるま湯に使ってんじゃん。ちょっと早く紹介してもらっていいですか。すいません、ちょっと今早く紹介してください。じゃあとりあえず今日のゲストの前に一回梶川の話させてもらいます。なんでもう行く。まあ、でも聞いて、カジがやっぱ、まあ、カジちょっと一回ここで聞くか持ってもらおうっていう話ないよ。なるほど、そうだね。そうそうそう、狙ってるぞと。はい、今はラジオを狙ってるぞと。はい、次ピッチ行くかなっつって。はい、なるほど。ラジオからね、ラジオ経由でね。うまい。うまいな、今のは。聞き感持ってやるよ。しかも、俺、東武へのメッセージ集めてたんだけどね。はいはい。岩尾選手、どうか、梶川選手を紹介してください。あ、すいません、すいません。一回紹介してください、すいません。やります、じゃあ。お願いします。の前に、まあちょっと家事して、で、これで、これでしょ。そうそうそう、それぞれ、ね、どっかクビにしてあげないでください。過去になってからでは遅いので、一応押しときますみたいな。これ安心してください。クビです。しっかり家事家君戻しますんで。戻します。はい、もう一回りこれで大きくなってくれると思うんで。なるほど、期待したいね。はい、これであいつのどういう反応するかと、うん、どう成長するかと。間違いない。知らないからね、カジカが。顔をイメージできるわ。できましたね、顔がイメージできる。ええっつって。この収録してるのか、知らないから。顔真っ赤ですね。顔は真っ赤くやで、ね。というわけで今日は、長谷川徹と僕と、そしてゲストを紹介します。野村直樹選手です。よろしくお願いします。お願いします。声違うんかい。声変えるんかい。顔出ないからね。怖い。YouTuber。怖い。YouTuber になりたいです。YouTuber になりたい。夢かわいい。すごい。お願いします。お願いします。ラジオどうすか、やったことあります？ちなみに。あります。横浜で。横浜です。地元で。ああ、そうなんだ。はい、じゃあ全然もうバチバチ喋っちゃうよと。はい、なんかうずうずしようかもね。はい、やっと来たかみたいな。はい、いつ呼ばれるんかなってね。今紹介しないからずっとうるさかったもんね。しゃべりてしゃべりて。この30分終わるんじゃねえか。本当はそうしたかったよ。やろうか。やりましょうか。どれする。今日はですね、ニュースいろいろあったんですけど。ニュース。はい、まずニュースの方から。はい、ニュースを題材に、うん、お二人にいろんな話。世間のね、スポーツのやつ、ね、スポーツです。はい、はい、お願いします。まずですね、ヤクルト16連敗、はい、まあ、自ら作ったセ・リーグ記録に並ぶというニュースが、まあ、16連敗止まったんですけど、なかなかこうプロ野球で16連敗聞かないじゃないですか。じゃあ実際自分たちが、はい、連敗してる時のこの気持ちってどんな気持ちでやってる？まあ、もちろんさ、連敗止めるためにっていう気持ちじゃん、うん、しんどいじゃないですか、うん、連敗してる時って、うん、どう？一旦置いとく？どう？置かない置かない。でも置かない。置かない。どうですか？連敗してる時、連敗してる時、うん、やばいっすよ。やばいよね。やばい。いや、もう葬式みたいな感じです。あー、分かる分かる。自分が？チームが？チームが。あ、チームが。もうやばいやばい、ほんとやばいです。これ何なんすかね。何なんだろうね。重いじゃん、絶対空気は。で、なんかみんなあんまりこう
ハキハキやらないというか喋りたがらないというか、そうだねっていう空気流れるじゃないですか絶対。でなんかこのニュースちょっと細かく読んだんですけど、うん、結構いろんな選手が各々、まあ、部屋にこもる選手、ルームサービス、うん、部屋によってこもってる選手もいたりとか、部屋にいると考えちゃうから、まあ、何かで外にご飯を会えていくとか、いろいろこう結局こう個別のあれはあったんですけど、うん、あんまなんかじゃあ全体でとかってどうなんだろうなとか思ったりしたんですけど、僕としては。まあでも、まあ、ここ数年、はい、まあそういうチームが良くない時って、はいはい、まあ。まあ1年通してってあるじゃないですか、はいはい、まあ、その時はもう我がキャプテンですよ、バッと選手バッと集めて、はい、一回ちょっと選手同士でミーティングするぞ言うて、はい、ちょっと集まれ言うて集まれ、ほんでお前今どう思っとる言うて、あでこうですこうですそうかっつってしたら最後 何すると思う、三輪さん、三輪さんホワイトボードの裏バーンって自分の思い全部書いて今まで聞かしといてないやないかもう出とれないかいっつって、いや、俺がされるよな、あれ出てること喋ってるだけやから聞いたじゃん、うまいこと、やってる全部そっちにね、持ってくる、いいよ、その話うまいよね、持ってき方ありましたね、そういうミーティングね、キャプテンスは、いやいや、さすがそれはね、あれもう、もうなんかね、そのチームの話しとるんやけど、岩尾健にちょっとゾクッとするもんちょっと転がされてますよ、転がされてる、本当に転がされてると思うよ、転がしてない、転がしてない、でも必死よ必死、あの導き方はもうすごい、いや必死です、ね、最後お金払置いてってあれマジか、ありがとうございますお金置いてってもらってあれはすごいな、でもやっぱそういうのも大事じゃない、その選手同士で、うんうん、まあ例えば監督がバーって言っても、うん、まあやっぱ出てる選手出てない選手があって、うん、それぞれの、ね、うん、考え方もあって、うん、まあね、感じ取り方、うん、もう受け取り方、ね、そう、それが痛かったよ、うん、受け取り方感じ取りたかった言えてないです言えてないです出てる今の出てる出ちゃってるこの人マイク好きだなじゃあほんま、でもそれって選手同士で やるってやっぱね、なかなかね、新鮮だよ、まあそうだね、あ、こう思ってんだとかさ、うん、確かにあれ聞くとちょっとグッてなるよね、はあ、あ、こんなやつがそういう風に思ってるんやって、こんなやつっていうあれやけど、この選手がこういう風に思ってるんやとかさ、うんうんうん、意外となんか気づかせてくれるよね、あるよね、抱え込んでみんなやってる時多分あんまよくないよね、まあそうだね、うん、ってことはなんか言われやっぱ今言ったように、うん、だってみんな集まってお前が思ってること聞いた方がこっちも整理できるし、うん、向こうもスッキリするしみたいな構造があったけど、うん、それをなんかこう 言わずにとか聞かずしてただこうやり続けると、まあ、なんかこうミスが起きた時に、まあ、相手の考えてることは分かんないけどそのミスだけが浮き彫りになっちゃってなんだよみたいになる空気みたいなのは良くない時ってあるよね、多分結構ある、ね、だその空気ってやっぱもうそれこそやっぱベテランが導き出せないとダメだよね、あのそれはあるね、上の選手言いづらいとかさ、うんうんうん、この人に言いづらいっていう空気もさもちろんあると思うけどさ、うん、まあ、それは極力ねなくしてあげたいっちゃあげたいけどっていうその顔で、まあ難しいよね、お前が一番言いづらいやろ、したらどうも言いづらい、すごい言いづらい結構そうだよね、でももう飲むももう言っちゃえばもうベテランだ、そうそうですかね、何歳、28っす、ベテランやで、その顔でしょ、言いづらいでしょこの体型でこの体型でこの態度で全然言えない、怖いもん怖い、目力はまずグンになってるよグンってなるもん、お前の目力グンってなってないグンってどうですか、ノブは、はい、とか雰囲気の悪いどうなんすか、1年目や1年目、はい、徳島もう遺跡自体が初めてなんで、あ、そっか、はい、まだ馴染むのに時間かかってる、まだ馴染めてないんでちょっと先輩たちが馴染ませとるんよ、もうちょい頑張って馴染みたいなと思いますやめとけお前、勝てんじゃん先輩たちやべえじゃんそれこんなになんか年近い、やっぱ横浜の時結構ベテランが多かったんで、かなり年上が多かったんで、確かに自分が年上になって
どう？やりづらいっす。いやでもお前すごい面倒見てるし、俺見てるからね、そういうとこ。面倒見てますかね。もう下をすごいなんか、そうなの。いや下の話とかすげえ聞いてあげてるし、なかなか偉い。偉い。ベテランっぽいことしてる。そうそうそう。いや全然俺話聞かない。え？選んでるでしょ。選んでるでしょ。俺よう聞くもんね。俺に来るもんね、お前は。ね、ね。言わせなくても行くよね。いいよ、別にお取り合わせ。その一票必死やん、お前。そうそう。一票でも欲しい。一票でも欲しい。いい先輩って思う。何も言わせずに。そう、何も言わせずに。まあまあでもちゃんとやってるよ、俺も28でな。そうですね、下ばっかやん。下ばっかやりづらいです。どう最近、じゃあもうさ、次回とかさ、もうまたゲストとか決まってんの？いや、まだ決まってない。いやもうこれからもちょっと一回ベテラン集めてよ。チャーさんとかパンチ君とかケンタ君とか。どう、その人たちの話おもろそうじゃん。あ、ラジオで。ラジオで。パンチ君とか全然喋らんよ。いやでもいざおもろいやん、あの人も長いしさ、意外と喋ったら面白い。そうそう。でそれこそパンチ君に関してだったらさ、やっぱサポーターの方の方たちからさ、確かに、えらい多分質問来ると思うし、はいはい、もう俺と一緒ぐらい質問来ると思うし。いや登録が来ないじゃん。わかる。街がすごい。わかる。すごいな、もう今1ページしかないけど。結構あるよ、1ページしかないとか。めちゃくちゃある。優しいね、岩君。そういうとこなんだよね。今回このプリント字大きめに書いてあるんですけど、おい、枚数、枚数稼ぎ、優しいよ、こう、ありがとう、ね、気遣ってる、怖いな、なんで一枚しか気遣われるわ、本当に悪いね。全然話取れちゃったけど、もう十何連敗かも忘れちゃった、今16連敗か。でも今ラジオ 5連敗ぐらいしてるでしょ。でここで俺たちで一勝やん。そうや、連敗止めたね。連敗止めちゃった。もう連敗だよ。緊張します。結構カチカチやってきたから。いいよね、やっぱこういう、はい、そのラジオね。てかもう俺がてか、はいはいはい、はい、どうぞ。やっぱ去年も俺ラジオ一回出たじゃないですか、はいはいはい、俺呼ぶの早いな。いや今年あれよ、前1回だと思ってるでしょ。1回だと思ってるでしょ。うん、ほら1回じゃないよ。まだお邪魔しないか。まだ殺そうなのか。しょうがないね。そうでしょ、そりゃ。もう次回もだって MC やってる可能性大いにあるから。いや、もうだって。もう梶川が、待ってください、収録最近全然やってないですかみたいな。1ヶ月後ぐらい。どうなんでしょう。今回、あいつ何休みと思ってんの？はい、延期だと思って。かわいそう。めちゃめちゃかわいそうや。延期だと思って。ほんで、初めて、はい、携帯とかで知るの。そうです、そうです。やってる、ちゃんと。俺みたいな。第6回持ってるみたいな。言いそう。梶川、でもね、これ、見させてもらったんですけど、はい、梶川に関しての話で、俺、ここ一つ言いたいことがある。あ、どうぞどうぞ。このさ、何番ですか？ 11 番です。11番。結構、11番って言う時点で質問結構いっぱい送ってきてるんですけど、これ名前？村中、ペンネーム名前？村中リコさん。リコさんなんか。ちょっとこれ読んで、岩君。はい。長谷川徹選手への質問です、はい、キーパー陣は顎が出ている方が多いように思いますが、そのあたりどのように考えていらっしゃいますか。大声でコーチングすることによって発達するのでしょうか。これってもしこれがそうなら、徹君指示してないみたいな感じになりますね。そういうふうになっちゃうから。確かにあんま出してないですね。裏返すとね。じゃあでもこれ本当ね、なんでだろうって思ってるのがあって、はい、はいはい、あるんだ。何ですか。あ、じゃあシンプルに火事なんやけど。あ、火事なの。はい、火事、火事、はい。俺だって言っちゃえば、カジが中学校の頃から知ってるわけよ、はい、一緒にやってるからね、名古屋で。で、あいつが中学校、小学校、中学校も、小学校の時見てるのかな、はい、一緒にキーパー練習してるから、はいはい、もうね、まんまるやで、顔。え、そうなの。もう、鋭利なとこなかった。今すごい鋭利だね。こんなになっとるけど。鋭利になる角度間違えた。間違えたかな。角度と場所と、うん、ここだけ。でもあいつがいいとこはここだけガーンと尖ったけど、心はすごい丸いの。うまーい。すごいという番組じゃない。うまくまとめました。顔よかった。こっちが鋭利で心が尖ってなくてよかった。うまいこと言った。それ用意してたのか、さっきからずっと。エースか。
こんぐらいでですか今日の仕事。いやよかったよ、もう家事より3倍ぐらい喋ってる。マルシトルモになってる。家事は一回の質問のところにマルシトルモ知りつけたもんね。これ言わしてみたいな。事前にちゃんとやったら何も言わんとって用意したけど何も言わんとって。そうなの、悪かったんだ。そうそう、ほんとね、いつからなんだろう、あいつあんなしゃくってきたの。でもあのまんまっぽいっすよ。いや、あいつね、顔はそのまんまよ。いや、絶対そういうタイプ。子供から、あの顔、今でも可愛い顔してるやん。まあまあまあ、顔真っ赤にしてない。そう、体丸めだけどね。そうそう、あ、もっとまんまりやったり、顔まんまり。野村に言うのもなんだけど、まあまあじゃあ野村は本当どうしたん。あ、何蓄えすぎました。でもまあ、体質もあるやん。まあまあ、うん、でも元々、いや、全然っす。で、どこで大学ぐらいっす。あ、嫁の飯だよ。それもあるかもしれない。嫁の飯はうまいもん。たぶん、お、何回見たことある。クソ迷惑じゃん。ソファーのとことしがいます。そうだ、足こうやって飛ばせるから。通るしです。そう、バーってガーッて飛ばせる。飯。どっちの家か分かんなくなりました。めちゃくちゃおもろいんだ。飯。めちゃくちゃおもろいんだ。おもろいっぱい。わかるわ。おもろいぞ。10時出してます。面白い。飯食って8時には帰るね。そんな早い人いないです。飯だけ食って帰る。飯だけ食って。あ、怖いだ、それ殴られたの。いや、こいつだ、あれは食うわ、でも美味しいもん、嫁の飯。いや、動画だとしたら、カニ詰めた方がいいですよ。お前なんかもう、日に日にげっそりしとっとるから分かる。ああ、心配になるわ。そう、この前、血液検査で AOC 値出ましたもん。そうだ、出てねえよ。出てねえけど、毎月やってるやつ、ね、毎月やってるやつ AOC 値。でも本当ね、みんな心配される。うん、ちょっとやばいよみたいな。やばいやばい。特に最近なんか、やばいよ。やばいっす。なんか初号機みたいなウエストしてるもん。一瞬みたいな。エヴァンゲリオンね。エヴァンゲリオン。キューみたいなウエストだけ。いやー、なんやろな、まあ、体質もあるって。まあ体質はもちろんあると思うけど。そう。でも飲み痩せてきたらだいぶね。だいぶ痩せてきた。確かに、絞ってきたね。まあ、みんながわわわ言うから。気にしちゃう。うっせえなって思う。見てるよ、見てるよ。寝る前めっちゃ気にしてますけど。だって、そう、なんか飯食いに行ってもさ、外で、なんかお前ちょっと躊躇するべ。何こいつと思って、いや、アイス食えよとかさ、デザート食えよとか、いや、半分なら食えるみたいな。いやいや、いいや、食べればいいやって食いたいなら。その一食ぐらいね。そう、ほんで別に食ったるしって言って、その、半分食ったるし、お前半分食いたいなら、もう頼むよ。頼むよ、しっかり全部食う。俺もそのこっちで持ってっとんのに。なるほどね。半分、飲むの半分あるから俺もこっちで飲もうっていう考えがあんのにしっかり全部ペロッとペロッと、こっちが物足りんで。逆にね、半分あげてたもんね。そう、あると思って頼んぼうね、こっちは。おもろいな。まあでも結構気にしてるよ、やっぱ。よく飯行くんだ。じゃ行くね。行ったり、だから奥さんが帰ったり、地元の方に帰ったり。一人の時は。そうだね。そうですね。デザートの前に野村はもうやたらトッピングするっていうイメージしかない俺は。そうだ、ね、足せるやつ全部足すっていう調味料も。そうだ、下バカやもんで。何でも入れりゃええと思っとんで、ね、何でも混ぜるし、ね、全部足したと思ってる。そうそうそう、試合前とかもね。そうそうそう、試合前ホテル結構ね、バイキングな、バイキングバイバービュッフェビュッフェみたいなの。でも俺、お前のストレート好きなのが、あのワンプレートでなんかちゃんとするやん。お皿の無駄遣いせんやん。あ、洗う人が大変なんだ。そう、はい、そういうところ見てるよ。そういうの好き。うわ、わかる。なんかこんな皿にちょっとでしか乗せんくて、違う皿使うやつがおるやん。はい、いやいや、全部乗せれるやん。確かにちょっとなんか こっちの汁がこっちについちゃう時とか、確かに嫌かもしれんけど、こいつもびっしりワンプレートで、余ったタレがこう寄り添ってこう、また違う味になって美味しいですね。下バカだ。それ言ってもらったらもう下バカなんよ。それ狙いで作ってへんから、ね、料理の人も。余った汁が合わさって。下がバカなんよ。まあでも賢いね、そういうところもいいと思います。ワンプレートの、ワンプレートのワンプレートのいいと思います。ケン君に嫌がられるんですよ。何それ、ちょっとデブいところが垣間見えるといつも。いや、ワンプレートについて突っ込んだことないけど、あのなんか肉に付随してる
トッピング系のあの小皿系のやつ大体すくってんのお前全部入れすんだよなと思って。質問いきますか。じゃあちょっとたくさん来てるんでせっかくなんで。いいですよ、行きましょう。脱線しまくるからさ、ね、何なんだろう。いや、いいと思うよ。でもそれ、そのぐらいがあのカジュアルな番組だから。ほんと、うん、フォーマルじゃない。フォーマルじゃないよ、全然。しょうがないね。カジュアルは喋んないから、もう俺だけ喋らしたらフォーマル、それは俺一人喋らしたら。そうですね、うん、ケンさん、はい、行くよ。行こう。質問、たかしさん、ペンネームたかしさん。たかしさん、絶対俺の友達や、はい。ボルティス最高さんの選手となった長谷川徹選手に質問です。これまでボルティス選手の中で最も印象深かったのは誰ですか。もう一度一緒にプレーしたい選手はいますかという質問です。印象深かった誰ですか。もう一度一緒にプレーしたい、まあ、印象それこそ、はい、まあ、ノムがもう今日来てるからあれだかってじゃなくて、はいはいはい、もうノムもほんまに横浜で、はいはい、もうやってゴリゴリでしたね。ゴリゴリの関係だったけど、はい、俺ももう名古屋からゴリゴリの関係だったけど、はいはい、やっぱ津田さんっていう名前に出ちゃうよね、どうしても。でも本当に俺が今まで受けててシュートで、まず、うんうんうん、まあどの部分でも、部分部分どの部分でも、やっぱ突出してる人っているじゃん。みんなそんな平均とかじゃないじゃん、はいはいはい、突出してるとこあるじゃん、選手として選手として、はいはい、で、俺がこれ本当にリアルな話、はい、今までで一番シュートセンスがあってシュートが一番うまいのって誰と聞かれたら絶対津田さんなんですよ。あ、そうなんだ。いや、あのさ、津田さん、あのシュートいつもめちゃくちゃうまない。あのさ、いつもっていうかあのシュート練習とかでさ、転がす、こう転がすやつ、はいはいはい、ファンに、はいはい、分かるんだ。え、わざとワンバンさせたんですよ。アンリ、ほぼアンリ。へぇ、めちゃくちゃうまいから。めちゃ言われますもん、シュート練習の時。うん、違うてって言われます違うぜ。いやもうほぼ今2に見えた顔がよく言うんですよ、トモル君。めっちゃ似てる。なんか店にこうパッて入って、トモル君が先にいる時でも、はいはい、後からこうパッて入って、はいはい、その時の目とか、うん、やべ2に見えたって、めっちゃ言われるんですよ。2来たと思った。津田さんも絡んだことないけど、レジェンドよね。語り継がれてるよね、やっぱり。レジェンドよ、ね、そうね。受けてのトモルがそう思うってことはやっぱりポドよね。だって渡りとかシュートうまかったでしょ、それこそ。うまいうまい。あいつも、いや、あいつはあいつで、あうまい、うまさがまた違うじゃん。なんていうの、読めないうまさがあるから。ああ、何してくるか分からないみたいな。大輝はそういうのがあったからね。野生っぽい感じ。そう。センス。うん、ツーはもうシュートセンスだね。あの、なんか、ここに来るだろうなと思っても、なんか取れない感じ。あ、そう。それは思ったね。なんとなく。なんとなくでいい。なんとなくは横浜で仲良かったじゃないの。ゴリゴリっす、むちゃくちゃ。だから運転手っす。あ、そうなの。はい、だから徳島で俺運転手しとったし、あの人、はいはい、横浜で運転手しとったし、トルク2代目運転手らしいです。僕3代目です。あ、そう、トルク2代目だ。そう、初代は吉田麻也。吉田麻也です。あ、そうなんだ。名古屋の時は麻也がずっと運転手。そうなんだ。だから今回さ、だってそれこそまあ通勤つながりだからさ、ノムが徳島決まる前にも会ってるもんね。はい、トル君と一回会ってます。あ、そうなの。今年のオフの決まる前、はい、決まる前。僕は、いやもう決まってて、発表はされてなかった。はいはいはい、はい、されてなくて、で、ツー君が、もうノムが徳島行くからっていう、はいはい、合わせてくれて。どこで。ツー1 実家、岐阜か。岐阜で集まる。わかんない。しかも岐阜なんだね。岐阜に集まる。岐阜で集まる。そうなんだ。で、よろしくお願いします って、ね、でどの辺に住んだらいいみたいな。そう、その時全部聞いてもらって、的確やったね、全部。はい、すごいな。めちゃくちゃ嫁が聞いてくるもん。嫁は初対面なのにグイグイ聞いてくる。僕人見知りなんですよ、結構。そう、最初様子伺うんですよ。そう、で、トール君も絶対人見知りさんなんですよ。なのにもう間割っても嫁がもうゴリ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 トール君にえ、どの辺住んだらいいんですかみたいな。さすが、はい、現実的だからね。現実的。トールはもうでもやっぱり嫁がしっかりしてるからよかった。よかった。こうこれだぜ。これああ、これが俺がしたら人もダメだよな、絶対。いや、絶対ダメ、絶対。よかったな。交わらんで飛ぶと大変なことになっとったんです。とんでもないことになってました。どう次、え、脱線したまだどう。いや、全然気持ちいいですよ。もうどんどん時間が迫ってきてるんで。じゃあ今の質問に対してはですよね。ちょっと待って、時間もう時間。はい、あともう何分制限、僕たち4分制限ぐらい5分ぐらいし4分構成でやんない。
30分で質問2つです。全部は紹介できないんですけど、プロサッカー選手として皆さんの最終目標地点を教えてください。たくさんどう最終目標地点 KT 超える KT 超えるジャンプなのジャンプで表現するのお前K 点何を指してんのこうあるやっぱみんな、なんか全然ないな。うん、難しいよね。サッカー選手としてなんで。そうなんだよね、はい、プレイヤーとしてってこと。そうだよね。だから俺それよりも、これお、それよりもごめんね、それよりもとか言っちゃって、なんかどれ、それ気になるのが、長谷川選手は人見知りですか、それともシャイですか。あ、ごめんね、なんか自分自分してすげえ自分自分してるここに来てどっちもですっていうから、なんかね、あ、なんかなかった、そのプロを目指したきっかけみたいな。あ、あったね、あったね。それ、俺さ、ノムの話聞きたいなと思って。プロサッカー選手になると決めたのはいつですか。プロになると、だって言っちゃえばさ、ノムどこ山口だっけ。下関です。山口だね。いやもうプロなんてもうめちゃくちゃ遠い存在でしたけどね。もうきっかけってあったわけでしょ。きっかけですか。きっかけはもう大学の、あ、もう時間、あ、もう時間、すいません、あ、ありがとうございました次回次回でごめんなんかほっといてまだいける、まだいける、まだいけるけど、それについて喋るには時間ないかもしれない。いやもう絶対時間足りないですね。40分ぐらいかかるんで。次回だから結構濃い濃い人生濃いし、あっていいんすよ今度いやいや、喋らせば何でも2人だけにするな。期待、期待はあそこの喫茶店で。うわっ、お待ちしております。うわっだよ。どう今回、ラジオどうすか。いやいや、僕はもうやっぱ喋ってくれる人いる方が楽しい、聞きたいって思ってくれてると思いますよ。だからリスナーの皆さんが、しょうがないね言ってないけど、別にどうするの、また来る、どうします、呼んでもらえるかな。いや、飲む、飲む方なのに。だって20分ぐらい喋ってますよ。いや、通るだってもう、あの、そんななんかさ、俺このタイミングで呼んで大丈夫みたいな。いや、まだ6月よとか言ってるけどさ、全然足りてない感じ出してるじゃん確かに欲しがるんですよ、寂しがるんですよ。ほんとは、ほんとは喋るんですけどね、めちゃくちゃ多分、ね、あの、次回も通る、もう一周あれでやろうよって言ったら全然 OK っすよね全然すぐ来ますよ。そう、家事に悪いとかは全然ないで、多分家事のことなんてもう全然頭の中にないっすよ。誰やろうみたいな。誰呼ぶ、誰呼ぶか。リュウジやったみたいな。リュウジやっちゃいましたっつって。家事は自分から辞めたんだっけ、ラジオ。違います。違います。辞任してない。違います。違う。辞任してないです。あ、そうだ、はい。自分から辞めたんじゃないの。先輩の教育でしょ。先輩の教育の一環として。そうだね。そうそうそう。人前で大きくなってこいよと。うん、そう、そう。しっかり戻ってこいよ。伝わったなら帰ってくることでしょう。わかんないけど。毎回見ましょう。わかんないけど、でも家事が見て、いやちょっとマジで俺より徹君の方が全然おもろかったっすみたいになった時の、もうちょっと弱気の姿勢だった。もうね、でも絶対そういうスタンスだもん。家事。もうイメージできる。いや、そこをそうやな。そこはやっぱ破ってほしい。そうやったらもう一回大きくあるよ、あいつも。伸びしろあるから。期待しよう。うん。頑張りだらけ。家事頑張って。家事頑張って。家事見てるからね。うかうかしとんのやつ、その代わりすぐ乗っ取るぞ。 A ですか。 A です。決まりましたか、着地。全然ラジオした感じしないんですけど、普通に喋っとっただけで。ちょっと K 点超えれんかったかもちょっと失速したかも。大丈夫です。大丈夫、大丈夫。というわけで、時間になってしまいましたが、まあ、ニュースについてはあまり触れられなかったんですけど、結構あの面白い話ができたんじゃないかなと自負しております。またできたかな。まあ、できたね。きっかけとかね、プロサッカー選手になるためのノムのもそうだし、トールの前喋ったことあるもんね。喋った喋った、前喋ってよ。また来てください、ノム。お願いします、ぜひ。はい、ゆっくりまた来てください。来たよ。お願いします、その際は。まあ、じゃあとりあえず、はい、あれよね、3人で飯でも行く。行かんやん全然行かんやん全然いないよ。これだけは言いたいわ。トールは俺と飯行ってくれんっていう公で、公の電波で言う。いやいや、この間昼飯一緒になったやん。じゃあ、あれ一緒になったって言うてるやん、もう
それはだって言うてる一緒に行ったんじゃなくて一緒に行ったんじゃなくて たまたま一緒になって一緒に食ったって言ってちゃんと言ったしな、その時もこれ飯しちゃうからこれカウントすんなよ。いや今日は3人でお送りしました。ありがとうございます。楽しかったです。いやいや楽しかったです。ありがとうございます。またお願いします。はい、またぜひ遊びに来てください。ありがとうございました。ありがとうございました。どうも。